猫パンチは日本の競争馬主な勝倉に2012年の日経賞。名前の由来は猫パンチで場所の桐谷茂がテレビ番組を見ていて猫が猫パンチで蛇を仕留めたシーンが印象に残ったことによる。2008年7月19日、函館競馬場での2歳新馬戦でデビューし、後着。4戦目で初勝利を挙げるが、 以降3歳5月の新潟競馬場でのサナイ賞まで3着以内にも入らない成績を続けた。サナイ賞後に休養に入り、2010年2月の中山競馬場での500万条件戦で復帰し3着に入る。続く8戦では3着を2回記録し、8月札幌競馬場での500万下条件特別、小樽特別で2勝目を挙げた。 千万条件クラスに上がって六戦目に日着に入る。この後、管理していた小林常大が十二月2か日付で優待するに、先立っておなじみほの星野忍旧社へ、天馬屋した。星野忍旧社所属となって四戦目、2011年2月の中山競馬場でのいた子特別で三勝目を挙げて、準オープンクラスに上がるが、自走、メトロポリタンステークスに、 格上挑戦して、敬愛道祖人の2着に入る。続く3戦で5着以内を確保した後、8月、函館競馬場でのオープン特別、南北海道ステークスに、再び格上挑戦し、名称クオリア、マカニビスティなどのオープン馬を退けて4勝目を挙げ、オープン入りを果たした。秋は、京都大商店、アルゼンチン共和国売。 ステイヤーズステークスといった2400メートル以上の重症競争に顔を出したが、掲示板に乗る成績を上げられず、2012年に入っても、初戦の万葉ステークス、続くダイヤモンドステークスでも2桁着順を重ね続けた。3月24日の日経賞は14頭立ての12番人気で、迎え、レースでは思い切った乗り方を指示された枝手ルオが、スタンドが湧くほどの逃げの手を打ち、 4コーナーを回っても、大差をつけ、最終的には追い込んできたウィンバリアシオンを三馬身2分の1差離して逃げ切り勝ちを収めた。その後、天皇賞への出走の意思を示したが、4月に入って左前足に不安が出たため回避。6月の宝塚記念にファン投票17位で選出され出走したが、16頭立ての再開に終わった。その後は、 日経賞前から不安のあった日詰めが空洞化したことにより札幌記念への出走を回避。2012年中は出走せず2013年のアメリカジョッキークラブカップで復帰も12頭立ての再開に終わり、2桁着順を重ね続けて、秋には障害練習も行ったが、水後障害を怖がったため障害入りを保留して、福島記念に向かい、 福島記念16着が最後のレースとなって11月20日付で競争場登録を抹消された。引退後は東京競馬場で乗馬となり、巨勢手術を受けた後、東京競馬場に移動した。東京競馬場では誘導馬も務めた。以下の内容は、ジャヴィスサーチ、netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。